大田市岩崎屋の焼きそば大田焼きそばは、群馬県大田市で提供される、ご当地焼きそば。麺の太さ、具、ソースの絡め方などは様々である。提供店で組織する、上州大田焼きそばの連会は、特徴がないことが特徴と説明し、入会に際して、味付けや製法の条件は設けていない。市内には焼きそばを出す店が三十以上あり、一皿に、 太さが違う麺を混ぜて出す店、中華料理風やスパゲッティ風の焼きそばを出す店もある。具は、キャベツのほか、豚肉やこんにゃく、茹でたジャガイモなどを入れたり、付け合わせとして、唐揚げや目玉焼きを乗せたりすることもある。大田市は、スバルの企業城下町で工場が多く、高度経済成長期に、出稼ぎや移住してきた労働者向けに、焼きそばの食文化が発達した。 安価で量が多く、汁麺に比べ伸びにくいことから普及したほか、横手焼きそばなどが知られる東北地方から持ち込まれたという説もある。統一した製法はないものの、大田市と観光協会の連会は共同で、横手市や静岡県富士宮市に続いて、焼きそばの町として全国に PR している。横手市や富士宮市と三国同盟を2000年6月に結成したほか、 2002年には、大田市観光協会が中心となって、前述の上州大田焼きそばの連会を結成。2007年には B-1 グランプリに大田焼きそばを出展した。ありがとうございます。